北緯35度59分53.8秒、統計139度33分45.3秒、北緯35.998278度統計139.562583度、35.998278、十3 9 5 6 2 5 8 3パトリア桶川店は、埼玉県桶川市若宮一丁目にある地上4階建てのショッピングセンターである。 桶川駅西口再開発事業の一環として1988年に開業した。通称は桶川マイン。各店舗は東武ストア。店舗内には東武ストアの他にも専門店が多数入り、桶川市立中央図書館、桶川市役所駅西口連絡所も入居している。JR 東日本桶川駅とペデストリアンデッキで接続され、西側には 駅西口公園、埼玉文学館、市民ホール、北側には同時に整備された新都市ライフの団地、パークタウン若宮がある。開業時から全館を東武ストアが賃貸借し、直営店舗面積約1377平方メートルで営業していた。また、4階一角には、桶川市駅、西口図書館が入居していた。しかし、 東部ストアが3.4階の賃貸借を解除する意向を示したことを受け、2014年10月に、マルゼントビル所有者の新都市ライフが図書館を3階に、写し面積を約2.5倍の約1500平方メートルに広げるとともに、新設する書店、マルゼント併設することを提案。2015年3月7日にマルゼント基本協定を締結し、この改装により、 図書館は3階に移転した上で、大型書店、マルゼンの複合施設、桶川本プラスとして、リニューアルオープンすることになった、同年6月2日の桶川市議会で、図書館整備費、約3.87億円を含む補正予算が可決され、事業化されることになった。そして、2015年8月16日から9月30日まで一時休業の、上改装し、同年10月1日に、 新総会館した。この新総会館で、3階には、丸前桶川店と桶川市駅、西口図書館が併設されるとともに、図書館と書店の共用スペースも配置された、桶川本プラスと名付けられた施設が開設された。なおこの新施設への移行に伴い、桶川市駅、西口図書館も、丸前とグループ会社の図書館流通センターが、指定管理者となった。 桶川駅からの様子、ありがとうございます。